どうも、アキです。プロスペースやっていきます。はい、ということで、ベスト9&タイトルホルダー第2弾がついにやってきましたね。今回はこちらのセレクションガチャを30連引いていきたいと思います。まずは今回登場している第2弾の選手を確認してみましょう。打者大谷。いや、相変わらずすごい能力ですね。はい。中田翔。高梨。和田。そして9位が89あるサファテ、田村、石川、浅村。浅村ちなみにポジション適性はどれくらいあるんだ？セカンドが C で他が D か。なるほど。新井さん、丸、ジョンソン。沢村賞だからもうちょっと高くてもいいかなと思うけど、まあ十分能力高いか。はい。菊池、坂本、ミート A85、マッソン、筒香、高山という感じになっていますね。で、今回僕が狙っていきたい選手が3選手いまして、1人目がここ。はい、DeNA 筒香選手ですね。ちょっと将来的なリーグオーダーが横浜枠が厳しくなってきているので、ここで筒香を引いて、ぜひね、レフトのレギュラーとして使いたいなと思います。はい。今んところね、エレラをどうしても入れないといけないような感じになっていてですね、まあシルエット化されるので、ぜひね、はい、横浜枠で狙っていきたいなと思います。で、二人目が、こちら。はい、広島菊池選手ですね。僕は2016シリーズ1を極みで持っているんですが、打撃能力がね、かなり良くなってます。ということで、ぜひ狙っていきたいですね。ちょっと確認してみますか。ミート A81、パワー B70。いや、全然強い、こっちの方が。で、守備面はこんな感じですと。ちょっと覚えてくださいね。で、僕が今、極みで使っているのが、もちろんスピリッツも200かな？上昇しているっていうのがあるんですけど、いやー、全然本当に打撃がもう、ミートパワーが本当ワンランク上がってますね。うん。サードのサブポジはまあなくなってるんですけど、まあそこは問題ないかな。というところで、ぜひ狙いたい。スピリッツも上がってるし、まあ継承できますし、僕の場合。これはぜひ狙っていきたいですね。はい。まあ、ちなみに、なんだったっけ、この称号はどうやら継承できないみたいです。いや、これ、引けると結構大きいよ。ぜひ狙いたい。で、最後に狙っていきたいのが、ここ。なんといってもね、はい。坂本選手を狙っていきたいと思います。ミート A85 超アベレージヒッターはもうぜひ狙いたい。3番に置きたいんだよなっていう感じですね。はい。まあまあまあ、でも他もね、出てくれて嬉しい選手たくさんいるので、ここはね、ちょっとまず30連引いて、まあイベントとかもやりつつ、もしかしたらもうちょっとどんどん引いていくかもしれませんね。はい。まあ打者大谷とかも欲しいんですけど、ちょっと微妙なのが、投手が登板した時に、打順が崩れるんで、例えばジグザグとかがコンピューターがどういう感じで変えてくるかがわかんないんで、まあ引けても、僕はベンチで使うかな。先発大谷を使ってるんで、っていう感じかな。では行きましょう。とりあえず、今週3回目、6回目、9回目が S ランクベスト9&タイトルホルダー第2弾1人確定と。いきましょう。前回はまあまあ引き良かったイメージあるんで、はい。なんとか頼むよ。1番は筒香、2番菊池、3番坂本っていう感じかな。まあ、本当にその2人、特に、最初言った2人、筒香&菊池、この2人がね、めちゃめちゃ欲しいです。頼む。頼む。坂本は本当去年のシリーズのものはあんま強くなかったんですけどね。まあ今年は本当にまた首位打者も取ってかなり強くなりましたね。はい。ちなみに 30% か。なるほど。いいでしょう。行きましょう。お願いします。来い、調子くん、燃えろ。ちょっと今日風邪ひいてて喉痛いんだけど、ついつい大きい声を出しちゃうよね。そう、今年の風邪ってお腹にきません？すごいお腹痛い。今めっちゃ丸まって動画を撮ってるんですけど、喋ってると興奮してちょっとお腹痛いのも忘れてましたわ。よし、 A ランクは2枚出た。今年の風邪お腹にくるんだよな。なんかタチ悪い。おー、吉村めっちゃ出るね。吉村 A ランク2枚引き。はい、ここまで S ランク出てませんが、とりあえず確定部分誰が出るかですね。頼む。頼む。さっき言ってた3選手。お願いします。いきます。
さあ誰来るか。まあ誰が来ても2400だからね、その点はいいんですけどね、スピリッツ的には。さあさあさあ誰来るのか、誰来るのか。よっしゃー、坂本来たー、やったー、坂本来たー。よし、よかったですね。最初挙げた3人の中の1人です。はい、ショートも B ありますと。でこれによって僕はどうしていこうかをちょっと考えるんですよね。ただどうしていこうか、まあまあまあ間違いなくレギュラーで使うと思うんですけど、野村健次郎さんもね結構育ててるんですよね。はぁ、あ、でもう一回限界突破できるんですよ、 A ランク持ってて。野村健次郎さんももちろん強いし守備もうまいし、まあそうですね、どっちかを DH で使うっていう作戦もありますね。はい、全然どっちかを DH で使う作戦はありだと思います。ちょっと待ってくださいね。一応将来的に考えていたオーダーがこんな感じになるんですが、OK。これに、投手枠、ダルビッシュと岩隈をちょっとまだ入れてないんですけど、まあ、そこ入れてあげたとして、多分そうだな、楽天、けどこれ12球団のこともまた考えていかないといかないから、結構難しいな。今パッとはちょっと、なんとも言えないな。はい。そうですね、楽天枠も結構、あ、楽天、そう、大丈夫だ。ここ岩隈、レイの代わりに岩隈が入ると。んで、村津兆治さんの代わりにダルビッシュを入れて、ロッテ枠がいなくなるので、ここのベンチのところをロッテにすればいいんだ。オッケー。で、野手のことを考えると、なるほどね。DH 西川のところを野村健次郎さんにして、坂本をショートに入れる。でもそしたら左バッターが足りないか。ジグザグが組めなくなるな。難しい。難しいな。まあちょっとそこはいろいろね、また考えておきたいなと思います。はい。まあ今回まだイベントで引いて左バッター引けるかもしれないんで、まあとりあえずまずはね、坂本をね、育てていきましょう。早速育てていきましょう。はい。OK。坂本。あれか、あそこに入ってるのか。まあそこは後で撮っておきたいと思いますという感じですね。はい。まあまあひとまず良かった。あとは菊池筒香というところもね、ぜひ今後狙っていきたいと思います。で、新しいイベントが始まっていますね。ちょっと見てあげますと。プロスピパークというものが始まってるみたいです。はい。で、累計報酬で S ランクベスト9タイトルホルダー契約書第2弾があるということで素晴らしいですね。遊び方は V ロードの試合後にランダムでチャレンジが発生。じゃああれか、対決カーニバルみたいなもんか。ほん。うん。なるほど。なるほど、なるほど。実はですね、一つ発生させているんですよ。やってみましょうか。藤川球児が出てきていたので、やってみましょう。お知らせを読むより一回やってみる方が早い。プロスピパーク。で、報酬一覧見てあげて。うん。まあ、いつも通りっていう感じかな。そうですね。まあ、いつも通りっていう感じがありますね。バッティングチャレンジ。スコアノルマ15を達成せよ。ほう。まあ、いきますか。てか、特訓大成功いつになったら来るんだ、本当に。スコアノルマ15、10球勝負。なんかホームランだとスコアがいいとかあるのかな。んんんん、右アン4点。おいいね。ちょっとこれ映像出してよどの辺に飛んだか分かんないじゃん。映像出してよ。セカンドゴロか。これはお、ホームラン。ノルマ達成。で、終わり？ 7 球以内クリアボーナス。
ほー、なるほど。まあなんだろう、対決カーニバルの進化版ですかね。ちょっと打った方向を出してほしいですけどね。スクラッチチャレンジ、スクラッチを3つ選び、2つ絵柄が揃うとなんとかいいでしょう。やりましょう。うん、これもよくあるパターンのやつですね。まあなんかまあ名称が変わったっていう感じですかね。で、強敵登場。どうせならやりますか、強敵も。あ、リアルスピードになるのか。なるほど。リアルスピードでこれ変化球投げてこられると結構厳しいですね。ちょっと後で集中してやろう。という感じですね。はい。まあまあまあ、累計報酬 S ランク契約書ね、獲得目指して、しこしこと頑張ってやっていきたいなと思います。はい、というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。はい、というわけでプロスピの動画いつも楽しみにしてるよっていう方は、ぜひともグッドボタンを押していってください。はい、以上、プロスピに興奮して喉の痛みとお腹の痛みを忘れていた秋でございました。アディオス。